はい、皆さんこんにちは。今日もニューサイクルやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回ですね、こちらのサイクルの、6ですね、6の研究が始まった感じですね。現在理論訓練の方をやっています。あと果樹園と、なんだこれ、牛さん育てて牛乳の方も作れるようになっていますので、まあこちらの方を早めにちょっと立ててみたいなと思います。そしたらですね、ちょっと人数の方も少ないのと、あと銅が少ないのもありますが、ちょっと、いろいろちょっと立てていきましょうかね。これ粘土であれか、レンガを作ろうとしてるのか。その他は生産なのかな？あ、果樹園ありますね。果樹園ありますので、これはあれか。別に土地のところの、肥沃度には特に関係ないんですね。ということで、まあ適当に建ててても問題はないと思うので、適当に建てていきましょう。ということで、納屋の方はどうなんだろう。これも木材と鉄のインゴットだけなので、ちょっと適当に立ててみましょうか。さあ、こちら果樹園の方が立ちましたね。あ、丸太の方も生産できるのか。ということで、あ、やばいな。4人も取られたらちょっときついけど、とりあえず3人。まあ、一回4人入れてみましょうかね。これでリンゴの方が取れると。まあ、これは食べ物じゃなくて、おそらく医療関係のものなんだと思います。どこだ？医者のところがあり、診療所にあります。こちらですね。おそらくこれが、次のティア2の住居に影響するやつだと思いますので、まあ、これはこのまま置いておきましょうか。その他も今は納屋の方が出来上がりますね。よいしょ。さあ、これもちょっと見ていこう。あ、牛乳と肉がいける。あ、これ一人でいけるね。ただし、穀類が必要なので、これがなくなるとちょっとダメかなと。ただ一人でやれるので、結構な感じで作れるのではないかと思います。あ、牛さん出てきた。牛さんちゃんと出てきましたね。そして果樹園の方も人ちゃんといます。なるほど。食料の方は現在ちょっと厳しい状況かな。少し足りるか足りないかのところですが、あ、これスイッチ入ってなかった。スープキッチンとか昔使ってた建物を少し稼働させて、数を補いましょう。さあ、金属鉱脈ということで、こちらの方がより高度な生産技術が必要ですと。いうことで、街を走るベルトコンベアのネットワークで資源を継続的に流すことで、達成ということで、次の生産をステップアップということで、コンベアシステムを開発する。確かなんかこれ研究のとこにありましたよね。このコンベアシステムがあるんですけど、紙とワイヤーの方がちょっと足りていませんので、まあこちらの方は後から作ることになりそうですね。それではですね、ちょっと外の世界で、物資をちょっと供給するために、いろいろとやりましょうかね。まず、鉄関係が全然足りていませんので、まあ、ここ一応道路も引っ張ってありますので、こちら鉱山の方を作り始めましょうか。まあ、ちょっとパワーツールがないんですけど、まあ、多少は取れると思いますので、まあ、こちら取っていきましょう。あとは監視塔もちょっと作っていったり、道路は石ですね。石がめちゃくちゃ必要なので、現在作れていませんが、まあこちらも作っていきましょう。さあ、それではこちらですね、コンベアシステムの方の研究を始めましょう。一応こちらのタスクの方にもコンベアシステムを開発するというのがありますので、まあこちらを作っていくことになりそうです。あとパブは酒場の上位互換かと思ったんですけど、なぜか、まあ誰も来ないということですね。ひょっとしたらこれ家なのかな？もうちょっとかかるのかもしれませんが、とりあえず家の方も一応アップグレードしていきながら見てみましょう。
あ、ベルトコンベヤーの方が完成しましたね。ちょっと一旦、止めましょう。いろいろ来てるな。まずスカウトの方は、まあ、これは適当に見ていけばいいでしょう。そして人数が3冠になりましたよということで、そして次に、ああ、サイクルがでっかくなったのか。ということで、ディーゼルプラント、鉄道駅、鉄道、産業が、まあ、材木加工場、温室、資源キャンプ、高度揚水ポンプ、石切り場、ああ、これ、あれか、石を取る。今、石ちょっと足りないんですよね。あとは、高度蒸留所、セメントなどが出てきましたね。ただ、まだそこまで全部研究がしてられない。全然足りない。ああ、そうなのか。これ、鉄鋼関係が必要ですね。何で作るんだろう。ちょっとまだわかりませんが、これかな。まだできてない部分があるのに、まあ、サイクルも7の方まで行ってしまいましたね。ちなみにどれも、あ、これだけ、できるのか。木材加工場とかができるけど、まだ知識の数がないので、結局はできないですね。ということで、ちょっと、このまま進めていきましょうか。もう結構今、現状維持するのがいっぱいいっぱいだったんですけど、バンカー計画フェーズというのが出てきましたね。こちらは、計画の準備ができましたよと、地表が生命に強要を及ぼすレベルまで変化する前に、居住可能な地下で安全な集落を形成するための提案ということで、まずはフェーズ1ですね。適切な深さまでメインシャフトを掘削すると。ということで、まあ、地面に穴を開けていかないといけないよということですね。各セクター、メインシャフトと独立した入り口、で、ベイでつながっており、そこに合わせて収容人数が適切なエリアが必要ということで、まあ、こちらをやりましょう。バンカーを建設する。どこにあるんだろう。バンカーを設立しないといけませんが、どこにあるのかが、全然わかりませんね。どこなんだろう。まあこれは、ちょっと探してみましょうか。ひょっとしたらまだ、無理なのかな、その可能性もありますから、ちょっと見ていかないとダメですね。まだ研究室の方も全部終わっていませんし、まあちょっと見ながら行きたいと思います。さあ8年目を迎えたんですけど、多分子供が一気に大人になったからかもしれませんが、働き手がめちゃくちゃ増えましたね。逆に心配なのはこれ食事が間に合うのかどうかが、少し心配ですが、まあどうしようかな。とりあえず他のものと一緒に、こちら良質な食事の方もある程度ちょっと蓄えておこうかと思います。まあちょっと足りなくなったらスイッチするような形でやっていきましょうかね。でいろいろな施設がちょっと、人手が足りなかった部分とかありますので、まあそこも、入れていったり普通に建てていったりもしたいと思います。まあこことかもまだ全然必要ですからね。作っていきましょう。さあ少しずつですけど、品物の方が充実してきましたね。まあツールとかも、いっぱいなりましたし、まあちょっとやっぱり人数がかなり補充できたのが良かったんだと思います。ということで、そろそろパワーツールの方も作ってもいいかな？作れるかな？エンジンがないとダメか。エンジンを作らないとまだ無理そうですね。で、木材加工所とかは、こちら早めにちょっとアップグレードしたいなと思って、やりました。研究の方がもうティア7の方に行ってしまいましたが、まあこちら必要であればもう先のティアも取ってしまおうと思います。で、こちらの方ですね。まだちょっと鉄のインゴットや銅の、板が足りなかったりとか、しますので、あ、これもう鋼鉄ができるようになったけど、太古のやつ、これができないとダメなのか。さあ、これもだんだん研究ができるようになってきましたので、こちらも作っていきましょう。あと、鋼鉄ができることによっ
で、このベルトコンベヤーの方が、あ、ちょっと待ってよ、ティア1ですね。ベルトコンベヤーの方が作れるようになったと、ちょっと使い方の方がよく分かっていないんですけど、うん、ベルトコンベヤーの中身を一つのラインに統合するということですね。これがセパレートか。ちょっと説明を読んでいきましょうかね。タブボタンを押すと配置をグリッドモード。もうこれは道路と一緒ですね。で、ここの鉱山から引っ張って、どうするんだろう。どこにまず、これ次でいいのかな？次行くと、行ける感じですかね。さあ、どうだ？動画の方はもう、で、溶鉱炉の方に入れるのか。溶鉱炉かよくわかりませんが、そちらの方に突っ込んでましたね。よいしょ。ということで、これ入れれるのかちょっとわかりませんけど、ベルトコンベヤーで突っ込んでみましょう。まずはこちらの方から、行けることになりますが、これ入る場所あるのかな？ひょっとしたらこれの次のグレードとかからしか行けないのかもしれないですね。ちなみにまだアップグレードの方は、できないと。資源の方は、これ基本の鉱山のままなので、ティア2のなんかが必要なのかな。それか、もしくはティア3、ティア2か。ひょっとしたら何か必要なのかもしれませんね。こちらですね。人割り当てめちゃくちゃしたんですけど、さらに人が増えてきました。もうこれで食料の方はちょっとやばくなりましたので、今まで蓄えてた適度な食事の方に切り替えています。まあ、ほんのちょっと、足りないかなということなので、まあ、これぐらいならもう1、2軒キッチンの方をちょっと作って、生産の方を伸ばせば大丈夫かもしれませんね。ちょっと鉄のインゴットが、足りていませんので、まあこちらの方、今2つ鉄のインゴット作るところを作りましたので、まあここの様子を見ながら、キッチンの方とか建てて食料の方、なんとかしていこうと思います。まあそれでもなんかちょっと増えてきたような気もせんでもないんですけど、まあ今からちょっと減るのかもしれませんね。まあ、ここの食べ物は、かなり減りましたね。食料の上限でかなり変わってきますので、気をつけないといけません。技術の方も進化しましたね。洋服の方が作業着と、ちょっといいやつですね。ブロンズインゴットが中に入ってるやつが作れるようになりましたので、これで次のくらいのですね、洋服の方をちょっと作っていこうかなと思います。まだ普通の方も着ていますので、まあこれに着替えるのはまだもう少しかかるのかなという気はしますが、このまま行きましょう。それとですね、食べ物の方はこちらですね。適度な食事、上級の方の食べ物でもなんとか、やりくりできるようになりましたので、まあこちらの方で進んでいきたいと思います。まあちょっと穀類の方が今生産できてないので、どれぐらい冬までにできるかがわかりませんが、まあこのような感じで、徐々に安定はしてきて、物資の方も増えてきたのかなという気はしますね。研究の方も、7の方をちょっとしながら、まあ、6の方を、徐々に開発していくというような感じになっています。まあ、紙とかがちょっと足りませんが、これも今、紙も作るところ上位の、木材加工所ですね。材木加工所の方建設してありますので、まあこれで少しずつ紙とか木材とか増えていくのかなという感じですね。まあ様子を見ながら、例えばこれは材木から紙の生産に変えようとかも、十分できますので、さらに上級の人も入れるのか。それはちょっと今、知りませんでしたが、こちらの人に入れると、なるほど、なるほど。ただ、紙がないと、変えれませんので、なるほどね。さらに上級の人を入れていくことになりそうですね。はい、ということで今日はこれぐらいで終わって、また次回ですね。次回は、できるだけ、こちらの方、専門家の方を作って、
どんどん入れていきたいなと思っています。まあ、食料の方も肉はあるけどちょっと穀類とかが少ないですので、まあそこもちょっと様子を見ながらですねやっていければいいかなと思います。ではまた次回この続きやっていきましょう。それでは皆様ありがとうございました。